で今日資料の方に少し抜き出しておきましたけれども、まず分かりやすいオノマトペの例を拾ってみます。ご存知のようにオノマトペというのは、サラサラとかシーンととかね、擬音語擬態語の総称で、まあ、耳に聞いて感覚的に分かるものです。具体的な例、丸ごとペロリと飲み込む、ペロリがカタカナで印刷してありますが、それから夜になるとことことやっている、手を叩きなさいパチパチと、キラキラさせるぽっかりと咲かせる、鼻をピシャンコに押し付けて、あるいは喉の渇きがケロリと治る、古い風見のようにギーときしりました、車のカラカラいう音。まあこれで全部じゃないんですけれども、他の翻訳者が使わないようなところで内藤訳では思い切ってオノマトペが使われています。大蛇が象をペロリと飲み込むとか、容疑者の子供が鼻をピシャンコに押し付けて外を見るとか、まあ、そういうところは子供の読者には面白い、親しみやすい表現かと思います。でそのオノマトペとも通じるところがありますが、繰り返しの表現が内藤訳では目立っています。これもいくつか例を拾ってみましたのでご覧ください。太陽の真ん中を漂っている人よりももっともっと一人ぽっちでした。誰もが友達らしい友達を持っているわけではありません。あるいは分かるも分からないもありゃせん。ちっちゃいちっちゃい星なんです。どこかの泉の方へゆっくりゆっくり歩いていけたら、もっともっと遠いところなんだ、もっともっと骨が折れるんだ、まあこういう繰り返し。そして最後にちょっと長いんですが、王子様の青白い顔を見ていました、塞いでいる目を見ていました、ふさふさした髪の毛が風に震えているのを見ていました。その見ていましたが繰り返されますね。でこういう繰り返し他にもたくさんあります。であえて繰り返すことによって耳に分かりやすいと同時に文章にリズムを生み出す効果もあります。分かるも分からないもありゃせんっていうのはね、あの明かりをつける点灯符の言葉ですが、いかにもぴったりですし、王子が自分の星をちっちゃいちっちゃいというのは物理的に小さいだけじゃない、それ以上のものを表現してますね。あるいは泉の方へゆっくりゆっくり歩いていくというのは、あの一粒で喉の渇きがなくなる薬を売っている、まあ、アキンドがですね、1週間に53分倹約できるよと、そんな話をした後でパイロットのセリフとして出てきます。で、まあ、この作品で引き合いに出されている大人の慌ただしさへの批判を、まあ、浮き彫りにしている。で、少し長く引用したのはパイロットと王子が井戸を探しに行く大事なシーンで、パイロットが王子の気持ちを本当に理解するようになるところですね。で、見ていましたというのを3回繰り返してその点を暗示するとともに、あの場面ではあのパイロットが王子を抱きかかえてるんですが、その抱えて歩いているパイロットの歩みのリズム、それさえこの見ていました見ていました見ていましたとこう繰り返すことによって感じ取られるような気がします。おそらくここは内藤も意識的に苦心したんだと思うんですね。他の訳はそういう見ていましたを繰り返すということはしていません。でオノマトペも繰り返しも分かりやすさとリズムを狙いとしてるんですが、内藤はこの作品を声の文学と評価したのも最もで、先ほど申し上げたようにこの作品は構造からして対話とか会話が弾んでストーリーが展開しています。だから内藤はデスマス調で統一して読者としては何か話しかけられているような印象を持たされます。でそれを踏まえてですね、そのことを前提にして口語的会話的表現がまた意識的に組み込まれているところが少なくありません。引用の最後のところメモをご覧ください。口語的会話的表現、まあ、1番から8番まで番号を振っておきましたけれども、 1,2,3 が共通しています。でその中でも3が分かりやすいと思うんですが、原文にはああ美しい花だなんていうセリフじみた表現はありません。原文直訳では
王子様は感嘆の気持ちを抑えられなかった、それだけです。訳文では、ああ美しい花だと思わずにはいられなかった。その上の1と2もそうですね。原文は会話的なセリフのような表現にはなってません。それから4と5はあえて、するとどうでしょうとか、ね、そうでしょうっていうふうに読者に直接語りかけるような会話的な表現が採用されています。これも原文を踏まえた上での内藤独自の翻訳です。他の訳ではこういう感じはありません。それから6と7は、まあ、原文のニュアンスを組んで日本語らしい日本語、寝そべったりなんかしてとか、いやどうも思い通りにゃいかないもんだな、これも原文直訳したんじゃこういう感じは出ません。それから最後の8ですけれども、王様が王様の星を訪れた時に王子と王様の対話がいいテンポで続きますよね。ところが、まあ、英語もそうですがフランス語でもセリフを鍵括弧で引用して、と王様は言ったとか、と彼は言った said the king とか、フランス語で言えば lui dit le roi というふうに字の文が挟まれます。これは皆さんも英語の本の翻訳とかフランス語の本の翻訳で経験あると思うんですが、セリフの後にと彼は言ったという字の文が入りますね。ところが内藤訳ではこの字の文章が大胆に省略されていて、この一節王子と王様の対話のところですが10箇所も省略されています。で、他の王様との場面だけじゃない、他の場面でもそういうことがあるんですが、やっぱり内藤は日本語ではと言ったと彼は言ったと繰り返すのはうるさくなるので会話のリズムが途切れちゃうと考えたんだと思うんですね。そこで大胆に削ったと思うんですが、まあ、他にもまだまだ翻訳者としての工夫が見られる点があるんですけれども、まあ、今まで挙げてきた例を見てもですね、声に出して読みやすく耳に聞いて分かりやすい語りかけるような口調を基本にした訳文がお分かりだと思います。で、まあ、内藤亜朗が文学者として、まあ、一貫して音声言語の復権というと、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、音声言語を重視した姿勢が翻訳にも表れていると思います。で、まあ、今日星の王子様の翻訳文を少し見てみましたけれども、この翻訳作業がなされていたのは、先ほど触れましたようにちょうど内藤先生が昭和女子大学の教壇に立たれるようになって2、3年目のことでした。しかもその学生たちの間に内藤先生の影響で詩の朗読や音声言語への関心が高まり始めて、朗読教室も立ち上がったところだったんですね。で、まあ、学生たちの若さあふれる情熱はあってもまだ朗読も稚拙といいますか下手で、そういう数十名の学生たちを一人一人指導しながら、内藤先生はその自分の言う物言う実というものの理論的な段階を超えて非常に実践的具体的な段階に及んだと思うんですね。で、先生の思い出に出てくるんですが、まあ、昭和女子大でゼミを開いていて、でそのゼミでは自分の考えを一方的に教え込むんじゃなくて、学生たちと話しているうちに、いろいろ話しているうちに思わぬ発見にぶつかることがある、でそれが非常に、楽しいんだということを書いていらっしゃるんです。そしてそういうゼミである日のこと、そのサンテグジュベリのことが話題になったんですね。で、サンテグジュベリという男は矛盾極まりない性格なんだと、ただそういう矛盾極まりない性格を救いがあったのは、その性格の深いところにスプスタンスがあったからなんだと。そのスプスタンスというフランス語は辞書で引けば実質とか物質という訳語が出てきます。だけれども
サンテグジュペリの性格のところにそのシプスタンスがあったというのは、なんとかいい表現はないだろうか、探してみようよとゼミの学生とディスカッションされたそうです。その時に一人の学生が芯、草冠に心と書く鉛筆の芯の芯です。一人の学生が芯という漢字を思いついた。でそれを内藤先生に言ったところ、それだそれだ、思わず拍手したと書いてありましたけれども、こういうようなゼミでのやり取りのような例は他にもあったそうで、先生ご自身師弟、先生と弟子ですね、師弟手をつないでの収穫だったとまで書かれています。で、まあ、こうした昭和女子大の学生たちとの日常的な関わりというのが、童話の一面を持つ星の王子様の親しみやすい翻訳文、大東亜楼の翻訳に、まあ、プラスの影響を与えたんじゃないだろうか。少なくともマイナスの影響はなかったと思いますし、昭和の前に教えてらした一高、旧制一高とか一橋大学にいらっしゃるよりはですね、ふさわしい環境を昭和女子大学が提供したんじゃないかと、これは若干耳引きですけれども、今回調べていて思いました。で、まあ、そんな翻訳の雰囲気の中で翻訳に没頭されていたからこそ、星の王子様という独創的なタイトルがひらめいたのかもしれません。で、まあ、今日はですね、昭和女子大学で、語学だけじゃなくて、ユニークな指導をしてくださった内藤先生のことと、ちょうどその頃に星の王子様が誕生したことについて、お話しさせていただきました。